ド道軍はアメリカ合衆国オクラホマ州の中央部西に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は29,600人であり、2000年の3 1 5 0人から1.5%減少した。軍庁所在地はアナダーコ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ド道軍は7軍で構成されるオクラホマシティ大都市圏のすぐ西に位置しており、 県域には入っていなくても経済的な結びつきが多い。文明は1870年代にこの地に入っていたカド族インディアンにちなんでいる。カドー軍はアメリカ合衆国がカイオワ族、コマンチェ族、アラパホ族インディアンの居留地を割り付け、余剰の土地を白人開拓者に売却した1901年8月6日に組織化された。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1290平方マイルであり、このうち陸地1278平方マイル、水域は12平方マイルで、水域率は0.93%である。人口ピラミッドレッドストーンバプテスト協会、アパッチワイの北にあり、カイオアワク電動車が19世紀に設立した以下は2000年の国勢調査による、 人口統計データである。稼働群では牛の牧畜と小麦及びピーナッツの農業が行われている。農耕の大半は環境に優しい無効農業あるいは耕す量を減らした方法である。群内にはウッズウォーターズワイナリービニヤードというどう園とどう酒醸造所がある。ありがとうございます。